ポジション可愛かった。本当にさっきさキスポジションさ、なんかポジション間違えてたんだよねなんかさ、まれにあるんだけどさ、メンバー間でなんかさ、私いつもやってるポジションだと思ってて、当て込まれてるとこがで、だからなんでシンポジマークついてんだろうってずっと思ってたの。ずっとなんでだろうって思ってたら、なんか違ったわシンポジだったシンポジだったんだよね。そうで、新芽のポジションで、だからさ、なんか似てるじゃん、もう見ないってわかんないから。で、そういうリハに、リハであれみたいなあれ私ここじゃなかったっけって思ったら違った。でも1回だけやったことある、だから2回目。1回やったことあるのはスタンドバイユーのポジション、なんかいろんなとこやってたから、なんかその日にどこをやるかとかって難しいじゃん、なんか毎日公演してたらさ。だから一回それでリハで間違えたことある。だから今日は2回目でした。はい、もうこんなことはしないように頑張ります。ずっとなんでシンポジマークついてんだろうって思ってたんだよね。なんでシンポジマークついてんだろうって思ったら、やったことないとこだった。でも新名だから、ね、番号とかは全部一緒だった。番号が全部一緒で振りが逆なだけだから別に支障はないけど。休みます言ってなかったもんね。そう、今日は休みますのポジじゃない、次は休みますのポジだけど。あやがメールでナルピーちゃんすごいって言ってたよ。私はメール取ってないかわかんないシンポジマークって何？シンポジマークはなんかメールでなんか名前が赤くなってて星がついてんの。それシンポジの時は星がつくんだけど、名前の横に。だからなんでいつもやってるとこなの、ここしかやったことないのになんでシンポジになってるんだろうってずっと思ってたんだよね3日ぐらい。そう、そしたら合ってました。それがはい、という話でした。公演後にするとさ、話があるよね、ちゃんと。なんか忘れちゃうじゃん、何日も経ったら。入ったの入ってないよ、これどう見てもさ違うじゃんどう見てもお風呂入った後の髪の毛じゃない。11も出る公演、あとね、今日は出るはずじゃなかったから、なんかもともと4回出る予定だったんだけど、今月は5回公演に出ます。筋肉痛にはなりますか？筋肉痛はあんまなんないか、なんか体の節々が公演後って感じがするなって思う時はあるけど、筋肉痛まではいかないかな。ただかあと4回ある今月は。
夜ご飯食べましたか？食べたよ。11と卒業公演とあと1回あるのね。そう、だから予定通り公演。卒業公演の日は明日発表されるから明日まあ予定だけど、だから明日は皆さん公式をチェックしてください。そうでもね、まあ、できるか分かんないからそんな寂しいとかあんま言われるとちょっと気まずいんで私も59分だ。公式21時じゃないよ、公式何時だ、でも何時まではちょっと言うのはやめとくわ最近自撮りした、したよ今日。ちゃんとアラームかけてるの可愛い。いやだって勝手に終わったらさ悲しくない勝手に終わったら悲しいからさ、だから勝手に終わるかもしれないって思うためにちょっと1分早くしてみた。今月久しぶりに DMM 月間入った。あ、月額か。